秋田翔とは、打章は、山本康人の漫画、島薫からのペンネーム変更後に執筆した、最初の作品である、秋田書店、プレイコミックに連載されていた。西村和彦主演で、1993年と1994年の2回に、渡り V シネマ化された。日の玉先行を武器にグランドスラム目指して戦う、主人公、S 級レーサー立花渡ると、 グランドスラム制覇を争う、ライバル、天才レーサー清原亮との戦いを軸に織りなす、熱血競輪漫画。選手名は全て架空だが、連載当時活躍していた、選手名をもじった選手が多数登場している。作中では、競輪グランプリ89も中止にならず、開催している。連載当初、実際の競輪界では、怪物、 滝沢正光の前世紀であり、連載終了時は、吉岡実信、神山祐一郎の二強時代になっており、ちょうど狭間の時期の架空のチャンピオンになっている。余談だが、山本康人が後に連載した、K、競輪王ゼロには、日の玉フォームで戦う二世選手の立花嵐が登場する。実在の選手をもとに、以下の選手が登場してる。 1993年版と1994年版とも同じ制作会社であり同じ西村和彦主演だが両方に関連はない。ありがとうございます。